冷え込んだ朝、屋外に駐車していた車の窓ガラスが霜で凍ってしまった経験はありませんか？そんな時に最も効果的な対処法をお伝えします。さあ、ウェザーニュースで2019年にアンケート調査を実施したところ、車の曇り止め機能を使うが 45% と一番多くなっています。次いでお湯をかけるという人が多いようです。では、曇り止め機能を使うのが最も効果的なんでしょうか？ JAF に伺ったところ、最も効果的なのは開氷スプレーなんだそうです。 JAF ではフロントガラスの開氷テストによって開氷剤を使った場合と、デフロスターという曇り止め機能を使った場合の2つのシチュエーションを比較しました。その結果、デフロスターを使い内気循環で最高温度に設定すると、視界が確保できるまで10分ほどかかったのに対し、開氷剤をフロントガラスにまんべんなく塗布した場合は1分ほどで凍結を完全に溶かすことができました。ということで、早く解凍させるには開氷剤、スプレーなどを使用するのが一番です。さあ、開氷スプレーの成分はエタノールやイソプロパノールで、0度でも凍らないアルコール特性を利用してフロントガラスの凍結温度を下げることができます。スプレー後に霜が溶けたら布で拭き取るか、ワイパーを用いてガラス面をきれいにしましょう。そしてアンケートの回答で2番目に多かった、お湯をかけて開氷することは温度差でガラスが割れたり溶けた水がすぐに凍りつく可能性があり危険なのでやめましょう。また事前に車のフロントガラスを覆うカバーをかけておけば凍結はなく、凍結防止対策に最も有効だそうです。さあ、朝出かけるときに慌てないように天気予報を考慮して事前に凍結防止対策を心がけておくと良さそうですね。